当にありがとうございました。いろんな皆さんからの質問をいただいて、私自身もですね、楽しかったです。さっき質問してくれたように、この活動を知ってる人と知ってない人に分かれちゃうのはもったいないなと思ってるんですよ。私も皆さんと接することで、私自身がやっぱり子供若者の力を信じられるし、まあ、未来が明るくいつも感じるんですよね。だからそういう気持ちに、皆さんが頑張っているその姿を見るだけで、ものすごく未来に光を感じる人たちがたくさんいるんですよ。だから皆さんのそれを伝えるということが、街が明るくなるし、子供や若者が、頑張ってくれてるんだと思ってくれるきっかけになると思うんですね。まあ、最近ニュースとかでどうしてもね、明るくないニュースが多いので、皆さんの活動を一人でも市民の皆さん方に知ってもらうために、私たちも努力をしたいというふうに思ってます。で、まあ、私自身の経験ですけれども、やっぱり自分で何か考えて仲間と一緒に何かを作るっていう経験は絶対に将来生きていきますので、もどかしい思いとか失敗をたくさんしていってほしいなというふうに思います。しかも若者の間じゃ頃じゃないと、なかなか地域って受け入れてくれない時もあるんですよ。今皆さんは多分大人にお願いすれば、大体の大人は協力してくれますから、それはやっぱりもう未来を持っている子供たち若者にやっぱり協力したいっていう、私たちのみんなの共通の願いなので、ぜひ今なので、なんだろう、どこにでも入れるゴールデンパスみたいなのを持ってるんですよ、皆さんは。これ持ってる間に、それが色あせないうちに、やりたいと思うこと全てに挑戦をしてほしいと思います。私たちは町として、それが本当に発揮できるように、いろんな形で努力をしていきたいと思っているので、たくさんの経験をこの町でしてですね、それで、この町や日本をですね、明るくしてほしいなというふうに思ってます。皆さんの将来を非常に楽しみにしているので、これからもぜひ大いにチャレンジしてみてください。本当に皆さんから元気を今日はもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。熊谷市長、ありがとうございました。以上をもちまして、市長と子ども・若者の対話会を終わります。最後に皆さんで熊谷市長と八百板先生にお礼を言いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。